レッド忘れさせていただきたい。こんにちは。そういえば、そう、なんかさ、番組名変えてさ、その番組名とかさ、なんか企画も、待って、みかんさんフォローしました。やばいでしょ、なんでドライヤーの音しか聞こえないのにフォローしてくれてるの。ありがとう。変わってるね。こんにちは。明日よろしく。AKB48 の明日よろしく。待って、ピン消えた。あ、あっちだ。多分ベッドの上にあるわ。ドライヤーマニアの可能性。もしかしたら音であれ分かったかな。何のメーカーの。何のあれか分かったかな。そんなことある？パナソニックのナノイーですね。絶対違うでしょ。パナソニックではありそう。テスコムです。テスコムです。あ、ゆたかさん、なんだっけ、惜しい、いや惜しくないんよ。ゆたかさん、お月見団子ありがとう。暑いんだよな、おろしてると。テスコムっぽい音だったね。いや、ちょっと待て、そういう系なの。皆さん全然違くて、草、ほんまよ、ほんまそれ。やっぱ締め切ると熱いね。バーチャル背景に頼っちゃおうかしら。バーチャル背景に頼っちゃおうかしら。マジネイル塗りたいんだよね。後で塗ろうっと。あ、テスコムとパナソニックはブオーって感じなのよ。ちょっと知ってるの？何？ちょっと、実はちょっと詳しいの？ててて。やばい。なんかカップリングのデモ音源が届いたんやけど、カップリング曲の、そのファーストジェネレーションのそのカップリング曲のデモ音源みたいなやつが届いて、まあレックがあるからさ、何聞いてるんだけど、歌っちゃいそう。歌っちゃいそうですね。お、そう、いいよ、いい曲です。私は結構好きな曲。あんまちょっと、私は曲調とかも何にも、歌詞がどうとか言えないんだけど、私はとっても好きな曲です。そう、ファーストジェネレーションいいよ、楽しみ。そう、私がもしこの何、このみんなが聞いたことないなーみたいな曲のメロディーを鼻歌で歌ってたら、それはもうカップリングです。それはもうカップリングです。いや、わからんよ。シャーマンキングの
たまおちゃんのキャラソンとかだったらみんなわかんないと思うからアニメのキャラクターのキャラソンってでもいい曲多くない？まだまちさん、お月見団子ありがとう。ゆたかさんもすすきありがとう。いつの間にかファーストジェネレーションだってびっくり。そう、私ファーストジェネレーションなんです。よろしく。こんにちは。やっぱなんかあれだよね、やっぱこんぐらいの画角にした方がいいよね、きっと。この 目だけしか見えないみたいなさ。私マスク詐欺だからさ。俺マスク詐欺やから。あ、オタク、今オタクマーちゃん真っ最中だけど、調子悪いからキョンちゃんの配信見て運気上げに来て。マジか、いいな。マージャンしてるの楽しそうじゃん。キャラの声で歌うって難しそうやなっていつも思う。え、わかるな。え、キャラの声でさ、キャラの声とかなんていうの、喋り方みたいなのでさ、声優さんって歌われるじゃん。すごくない？でもたまにさ、そのキャラガムシで歌ってる曲とかあるじゃん。あれもなんか嫌いじゃない。なんか一周回って、いや本人やんみたいな。声優さん本人やんみたいな、感じの曲もあるんだけど。こんにちは。あ、王将で餃子食べてます。いいな。また、あ、それもまたいいんだよね、結構。やることなくて暇してます。だって星を投げよう。そしたら星を投げてカウントをして。月見バーガーでも買いに行ってください。こんにちは。夕方からお頼みやけん、それまでに洗濯物取り込んで畳んでる。えら、え、聞いて、私もさ、夜中にさ、部屋の整理したんだけど。偉すぎて泣いちゃった。偉すぎて。まあ、部屋の整理っていうか、その、バーンって置いてあった洋服たちを、何？畳んで、その、まあ、クローゼットの中に入れたっていう。それだけなんだけど。それだけなんだけど。もう一段あげよ。あ、やばい。学校。え、でもこれだと上がりすぎなんだよね。あ、じゃあこれだったらいいですね。なるほど。こういうことじゃん。あ、こういうことじゃん。コメント。あ、来た。何時までやるの？メイクが大体なんとなく終わるくらい。でもそんな急いでないんだよね。そんな急いでないんだよねっていうか、別に全然急いでないから。まあ、1時間か1時間半くらいかしらねーっていうノリです。こんにちは。え、すごい、なんか2度目の訪問の方と初訪問の方がいっぱいいらっしゃる。みんなフォローしてくれよな。みんなフォローしてくれよな。全種類月見バーガー食べてお腹いっぱいです。え、全種類ってさ、何種類ぐらいあるの？あ、柔軟剤買わなきゃだけど、ゴロゴロしてるよ。私もヘアオイル買いに行かなきゃいけないんだけど、1週間2週間ぐらいずっとヘアオイル買わなきゃなと思ってさ、テロップ書こう。やっぱ、本当にコップリング歌うな。コップリング。そんな、あれだ。まだ細かいそのメロディーとか、そういうのじゃなくて、なんていうの？そう、まずはさ、曲にこう、聞き馴染むことが大事じゃん。だから別に歌詞とか考えずに、こう、ずっとこう、エンドレスで流してるの、そのデモ音源を。なんかその鼻歌をマジで歌っちゃいそう。え？今日が15夜なの？え？今日が15夜なの？え？月が綺麗ですね、じゃん。ツイートしようよ、みんなで。みんな、え、今日が15夜なの？え、ツイートしようよ。ツイート、ツイート。あれ？どっか行った？
瞬タオル取ってくる。ただいま。あ、米田コーヒーの月見バーガーにチャレンジしたいけど、ボリュームに、なんて読むの？読めなかった。夏目漱石が大量発生するやん、だって。そう。でも月が綺麗、月が綺麗ですね、言われたいんだけど、マジで。本当に。私、これ何回も何回も言ってんだけどさ。いや、その、何、その一緒にその歩いててさ、まあ、好きな人とかと歩いててさ、月が綺麗ですねって言われてさ、いや本当にその人がガチで月が綺麗ですねって思ったのか、そういう意味で月が綺麗ですねって言ってくれたのか、え、どっちっていうのに なりたい。今ずっと言ってんだけど、おじけづくね。おじけづくか。あ、関東はお天気良さそうで満月見えれそう。え、やった、嬉しい。あ、月を撮るのにアイドルを撮るために買ったカメラとレンズが役立つで、やったな、やったね。そう、月見バーガーの話したいんだよ。なんか月見バーガーさ、そう、マックだけじゃなくてさ、いろんなとこでなんか出てるじゃん。そう、月見なんとかケースだ、なんか多分ケンタッキーは違うかなんかさ、なんかいろんなとこから出てるじゃん。モスとかさ、なんかマックのじゃなくて、なんか別のお店のやつがすっごい美味しそうだったんだよね。なんかウインナーも挟まってるみたいなやつ、なんかめっちゃ美味しそうでさ、いいなーってなった。マックの月見バーガーは3種類あるんだ。普通のとチーズとすき焼きソースみたいなやつか、きっと。絶対そうでしょ、絶対そうだ。ソラッチさんが300回目の方もようこそです、ようこそお越しくださいました。あ、そう、それ、なんかね、LINE ニュースかどこで見た、LINE ニュースとか Twitter とかで見た。ケンタッキー、モス、コメダ、コーヒー、ファーストキッチンも始まるんだって。ファーストキッチン夏、最近行ってないから行きたいくなってきた、なんか。ファーストキッチン懐かしいな。ファーストキッチンみんなで行ってたな。モスが満を持して今年から月見バーガーに殴り込みしたんだって。そうなんだ。モスって、そうなんだ。毎年やってなかったんだ。なんかめっちゃ美味しそうな、なんかビジュアルなやつがあったんだよね。え、めっちゃ良くねーみたいな。めちゃめちゃいいじゃんみたいな。思いながら見てた。ツイッターでゆずきちゃんとゆずきとさ、やりとりしてて、今度ご飯行くことになったんだけどさ。ご飯行くことになったんだけどさ、っていうか、ご飯行くことになったんだけど、そう、久しぶりに、結構久しぶりに会うのよ。結構久しぶりに会うからさ、まあ、ゆっくり話したいな、みたいな感じで私は思ってて。善次郎さん、レインボースターありがとう。そう、それで、で、ゆずきに、ゆずき何食べたいって聞いたら、ラーメン食べたいって言われて。ラーメンってさ、っていうか、ラーメン屋さんってさ、そんななんか、ゆっくり居座って、まあ、近況報告しようや、みたいなさ、そういう感じじゃないじゃん。そういう感じじゃないから、ラーメンか、みたいな。でもまあ、お互いまあ、食べるのは遅いから、別に、まあ、大丈夫だと思うんだけど、その、お店の雰囲気的にさ、いや、あの客2時間ぐらいおるな、みたいな。どないみたいな感じになるじゃん。だから、まあでも、まあ、ゆずきの、なんか、行きたいじゃないわ。行きやすい場所どこだっけつって、どこどこが行きやすいよ、みたいな。どこどこ駅が行きやすいって言ってたから。あ、じゃあそこで、じゃあちょっとお店探してみるわー、みたいな感じで。言っときました。みんなも気が向いたら来ていいよ。みんなも気が向いたら来ていいですよ。久しぶりにこの、クッションファンデじゃない方の、ファンで塗ってる。ちょっと偉い。ちょっと偉いっていうか、言うてそんな別に偉くないんだけど。
そうだね、そうラーメン食べてからのデザート食べに違うとこ行くみたいな。あ、そういう感じにしようかな。あ、じゃあさ、あれにしようよ、なんかロイヤルホストとか行けばいいんじゃない。ラーメン屋さんからのロイヤルホストみたいな。ごめん、サイゼでも何でもいいんだけどさ、スイーツ食べに別のお店みたいな。え、それにしよっかな。それにしよっかな。あらかじめお店だけ教えてくれたらお題だけ置いとけば。おーい、すごい、二人の時間を邪魔しないオタクの鏡おもろすぎるでしょ。パイセン、こんにちは。こんにちは。謎のクララとは連絡取ってね。クララとは取ってる。クララは誕生日にあの LINE くれて、そっからちょっと続いてる。何してんのみたいな感じ。ね、いいよね。あ、米田コーヒー白ノワールおすすめだよ。白ノワール食べたい。米田もいいよね。米田って、まあどこにでもあるか。どこにでもあるか。あれ、なんか言おうと思ったんだけど、何言った。あ、そう、それでさ、その、いらないお洋服があったからさ、ゆずきまだ服いるって、服いるって聞いたら、ごめん、もういらないみたいな言われてさ、まあそりゃそうだよねみたいな。まあ制服だって、学校の日はさ制服着てさ、多分休みの日はさもう衣装着てるじゃん。その待って、グループ名がわからないけど、そうだから多分その私服を着る機会がさ全然ないから、まあきっともうそんなお洋服いらんだろうなとは予想しつつ、一応聞いたんだけど、やっぱいらないって言われたから、あ、いらんのだと思って捨てようと思います捨てようと。あ、それミライサップで、あ、それミラサップです。ミラサップのパープル担当。昔バイト先の先輩とラーメン屋さんに行って早く出たかったのに、いつまでも喋ってて注意されてホラーってなったまあ後輩からは言えないの、ね、え、ここラーメン屋さんなんであんまり長居するとちょっとみたいなさ、言いにくいもんねホラーってなるわそれは。あ、ミラサップ T シャツ1枚しかないから大変って言ってた。あ、なんかあれ、なんかその感じのことに言ってたような気がするな。なんだっけ、忘れちゃいました。先日末永さんに会いました。よかったね、渋谷だって。そう、私もそう、前にさ渋谷、そうたまたまなんか普通に行った時があってさ、え、これワンチャンゆずきに会えるんじゃねって思ったけど、その日は会えなかった。ちょっと一瞬 LINE 変えさせて。いいと思います。ちなみに私が今使ってる LINE の着せ替えは、あれね、みんな知ってると思うけど、出てこない出てこない出てこない、動物ビスケット、違う、なんだっけ、なんだっけ、これなん、あれ、なんだっけ、動物なんだよ、動物ビスケットって何ですか。動物ビスケットじゃないよ、動物ビスケットじゃない、なんだっけこいつら、なんだっけ、じゃあちいかわじゃない、ほらほら、ちょっと待って、今調べてるから、今調べてるから、え、ちょっと待って、え、全然わかんないんだけど、あ、食べっ子動物、それそれそれ食べっ子動物です、そうです。待って、食べっ子動物のさ可愛いスタンプあったよね。え、動くゆるにゃん可愛いんだけど、ごめん、ごめんね、ごめんね、めっちゃ LINE 見て、え、なんか食べっ子動物の可愛いスタンプ、あれ、なんか誰かメンバーがさ使ってて、え、可愛いと思って検索した方が、え、ミツバチにゃん可愛い、なにこれ。でも LINE のさ、 LINE の良くないところ、なさかさんぶどうありがとう。 LINE のあの良くないところはさ、じゃあ例えばそのスタンプショップのさランキングバーって見ててさ、じゃあ35位のやつとかさ、めっちゃスクロールして35位のやつとか、そのページ入るとするじゃん。で画面戻るじゃん。でしたらまた1位になんの。は？ふざけ。ふざけ。ふざけってなるじゃん。
あ、たべっ子動物あったわ。たべっ子動物1、2、あ、絵文字バージョンもあるし、スタンプバージョンもあるし、みたいな。あ、でもなんか、タッチがもうちょっとあれだったら欲しいな。また新しいの出たら、買うことにしたいと思います。それめっちゃわかる。で、あるよね。なんかさ、別にその LINE のさ、LINE のこういうのに限った話じゃないんだけどさ、こうめっちゃスクロールしてさ、めっちゃスクロールしてさ、ね、Twitter のさ、なんか、フォロー欄とかさ、なんか、その人のアカウント見たいなとかなってさ、バーって探すじゃん。探して、あ、見つけたと思ってタップしてさ、なんか間違えてさ、別の人のアカウント開いちゃって、で、戻ったら、またもう一番上から戻ってるみたいな。いや、どんだけまたスクロールせなあかんねんみたいな。わかりますよ、この感じ。そう、また戻んなきゃいけないじゃんってなるじゃん。システムなんとかしてほしいよね。でも、まあ、アップデートのたびにそういうのって、まあ、治るんかな。こんにちは。こんにちは。ごきげんよう。私何分から配信始めたっけ？今日は心の余裕があるから割とゆっくりやの。心の余裕っていうか、いい感じです。いい感じにのんびりのんびりメイクを進められています。あ、22分、ありがとう。いやー、いいよね。何が 何がって話なんだけど。楽しいなー。よいしょ。何しようと思ったんだっけ？マサト君、バラありがとう。服のアプリでもそれあってめっちゃ面倒。え、わかる。洋服のさ、通販とかでもあるよね。当にやめてほしいんだけど。本当にやめてほしい、そういうの。しのぶさん効果ありですね。余裕がある女素敵です。やっぱ余裕がある方がいいよな。余裕がある方がいいよね。余裕がある人かっこいいもんな。かっこいいもんなっていうか、いや、でも私はギリギリで生きちゃうんだよね。私はもうギリギリ、ギリギリ人生、それを、もうスリリングな人生をちょっと楽しんでんだよな、なんかちょっと。スリリングな、そう、この電車に乗り遅れたら、マジで遅刻みたいなさ、そういうやつに、走れーみたいな感じで。そうそうそう。走れーってやってるから。少子化さんかな、初訪問だって。待って、めっちゃ名前面白いじゃん。 あ、ギリギリな女も素敵です。やったー、ありがとう。あ、僕いつもいっぱいいっぱいっす。ああ、そうだよね。いっぱいいっぱいの時ってでもめっちゃしんどくない？いっぱいいっぱいの時って本当にしんどいと思うんだけど。言うなり、あ、いつも駅で出し、わかるな、駅でっていうか、その外、駅に向かってマジ猛ダッシュしてる。あれ？みたいな。でもなんなん、なんかさ、なんか家でさ、なんかゆっくりやっちゃうんだよね。別になんかもうさ、あ、もうこの時間に出ないとみたいな時あるじゃん。でもちょっとなんか、いや、いけるんじゃないみたいな。いや、いけるわけないのに。いけるわけないのに。なんか時間ってやっぱ、なんか使っ、あったらやっぱ使っちゃうじゃないですか、人って。ナイス。ね、あ、余裕持ってきたらいつも劇場公演ギリギリ。ね。入江さんが初訪問、ロマンティック詩人さん。ロマンティック詩人さん？秋元先生の裏垢じゃね？メローイエローさんが2度目の訪問、ようこそ。アイドル P 横チャンネルさんが初訪問だって、ようこそ。ようこそ、ようこそ、2度目とかね。私も今日、まあ、3度寝、4度寝くらいはしたよ。3度寝。3度寝、4度寝くらいはしました。50だって。カウントありがとう。
待ちたくないからギリギリで出ちゃう。だって、そのさ、だからさ、本当になんかたまーにさ、たまーにさ、駅のホームで待つ瞬間があるじゃん。まだ到着までに3分もあるみたいな。そういう時も自分をまじ褒めちぎるよね。褒めちぎるようになっていうか、あの2分3分、マジで気分がいい。間に合ってるってなる。わ かる？わ かります？いつもギリギリだからさ。間に合っとるんだかみたいな。電車遅くね？みたいな。電車遅くね？みたいな。もう来ていいんだけど、乗れるんだけど、みたいな気持ちで待ってる。で、フォローしてくる。帝王、違うね。天狼星座かな。読み方合ってるかな。フォローしました。だって、ありがとう。も472、もんさん。あと読み方合ってるかな。500回目の方、ようこそありがとう。ありがとうございます。待って、ピーヨコチャンネルさんがフォローしました。好きなんだけど、ありがとう。予定よりも1分前の電車で乗れた時の心の余裕半端ない。なんかさ、乗り換えでさ、乗り換えのやつってさ、割と余裕持って、なんか表示されるじゃん。この、何？わかる？アプリっていうか、そのネットのさ、やつみんな見て乗ると思うんだけどさ、それのこう、どこどこ駅乗り換えみたいなやつでさ、私結構歩くの早いからさ、そこでちょっと負けたりするわけ。うわ、みたいな。そうそう、意外と負けるんだよね。ちょっと嬉しくない？負けるの。 うわっみたいな。1分前の乗れたくないみたいな。嬉しいんですけど、って。やなさん、ハート、ありがとう。余裕持った行動するけど、結局その余裕ある時間からさらに余裕を持った時間に行動して待ちぼうけしちゃう。やば。分けてよ、その。多分その、あれだ、私と足して2で割ったら、ちょうど良いあれになりそうだね。こんにちは。こんにちは。VR 限定公演激アツメンツだって。今度のそう、VR 限定公演いいよ。めちゃめちゃいいよ、本当に。遅延のおかげで乗りたかった前の電車に乗れて、早く着くとええやでしゃあないって感じ。ヒデシャン、ブドウ、ありがとう。ありがとう。そう、VR 限定公演。いいよね。VR 限定公演のメンバーすごいいい。別になんか、何？嫌いなメンバーとかいないんだけど、別に。なんか、めっちゃいいじゃんみたいな。発表された？今？今日 VR 入りました。ありがとう！ありがとうございます。皆さん VR 加入してくださいね。ぜひぜひ、ぜひぜひ加入してください。待って、レモン味のかき氷めっちゃ食べたいな。 レモン味のかき氷めっちゃ食べたいんだけど。サクレレモンみたいなやつない？あれ食べたい。急だけど。いけない日、VR 声の日いけない日だから悔しくて壁殴ってる。だって、あら、すまんな、それは。どうしてもいけない日ってあるもんね。あやみん出る。だって嬉しい。あれ、岡田いないっけ？あやみんさんがいらっしゃるってことは、岡田いない？あれ？あやみんさん。オカリナって誰とポジション？あやみんちゃんと一緒だったか、はーちゃんと同じだったか、どっちだっけ？オカリナモールだって。マジ？オカリナ、強いな。限定公演で投げるの初めてくらいかも。多分当たるよ。多分当たるやで、それ。金曜日か。早めにじゃあ劇場入らせてもらって、ちょっと自主練して本番に臨むみたいな。セリアルだね。危ねえ。あやみんと七瀬さんが一緒なのか。じゃあこれじゃん。
ってるわ。花は日差し浴びて、あやみんとオカリナ被ってるのもリセット。詳しいな、オタク、オタク詳しすぎでしょ。マジでマジで詳しいんだが、中辛だって。待って、カレー食べたくなってきた。眉毛描きたいと思います。そうだから私、え、見て、で生えてんの分かります？このちょっとだけ。え、でもさ、本当にここで、ここがさ、境目がさ、マジでなんかくっきりくっきりしてるじゃん。もうこっちも割とそうなんだけどさ、生えてはいるんだよ。生えてるんだよな。生えてるんだよな。ちょっと見にくいと思うんだけど。資格試験の前日なことが判明したので絶対当たってほしい。嘘、で土曜日があれなんだ、資格試験ってことだ。やばい、頑張ってね。じゃあ応援の気持ちで君はメロディー歌うわ。アンニョン、アンニョン、剃ってる？いらないところは剃ってるけど、もともとなんかこっちの密度と何？目頭側、あ、じゃあ眉頭とさ、眉尻のなんか密度がさ、なんか全然違うんだよね。みたいな。みたいな感じです。メイク中かな？せやで。す、こんにちは。こんにちは。ごきげんよう。うんうん、若ちゃんぶどうありがとう。心なしか音こもってる気がする。嘘、大丈夫そう。でも縦に置いてるからな、そのマイク潰れてる、潰してんだよねっていうか、やっぱ初訪問の方がめっちゃ、なんで初訪問の方めっちゃ来てくださった。ありがとう。なんで。うん。いいね。確かに音こもってます。メイクはアートやで。せやで。メイクはアートやで。ちょっとあれ、NGT から飛ばされてき、あ、そうなの？ NGT さんから飛ばされてきたの？ NGT さん。でも、え、なんかさ、3期生さん加入されてませんか？もうさ、握手会とかさ、もうないからさ、もう新しい、他のグループさんのさ、新しい子たちが、覚えられなくてっていうか、わかんないんだよね。え、ユナコまだいるよね。ユナコまだ、え、そう、NGT さんのさ、あれを教えてほしい。ユナコまだいるっけ？さ、発業公演まだだっけ？他のグループ本当にわからなくなった。え、ね、そうなんだよ。あ、NGT さんが3期生の配信が今日からなんだ。あー、なるほど。それは嬉しいね。オタク歓喜やん。あ、ユナおじまだ卒業公演してないっす。あ、ユナコちゃんまだ、あ、まだいますよ。ありがとう。ユナコ。あ、NGT さんの3期生、可愛い子2人見つけた。よかったね。よかったな、DD。楽しそうじゃん。うん、いいと思います。嘘、2期生もまだ半分くらいしかカートの名一致してないのに。だって底辺だ、それは底辺だな。うん、かろうじて、かろう、あ、待って、 STU さんが、そう、私はすでに推しがいる。あら、いいね。ゆなこちゃんまだ現役です。推しです。いいね。いや、 DD なのに、 DD だけど推しなの。まあ、みんな推しってことか。みんな推しって、あ、
卒業がちょっと伸びたんだ。あ、そうなんだ、ゆなこ。ゆなこー。ゆなおじって呼ばれてるの？ゆなおじ？ゆなおじ？ツナマヨ？どっちが多いんだろう。ふんふんふん。あ、3期生で一人可愛い子見つけたけど名前覚えてね。覚えないとね。あ、それこそショールームで名前を見て新しい子かなと思うだけです。だって、あ、まあでもそうなっちゃうよね。そうなっちゃうよね。うん、あ、AKB だけで手いっぱいすぎてついてきる気がしないので、他のグループさん含んでる DD の方尊敬します。すごい尊敬されてるよ。DD の人尊敬されてるよ。でもすごいよね、その、まあでも、こう自然とまあ覚えるんだろうね。この子は、あの、そのまず顔と名前と、みたいな。だって私もさ、17期生の子さ、マジ、え、全然覚えられんと思ったけどさ、もうだん、もう顔と名前一致してるし、もう大体もうなんかどんな子かとか、そう、詳しいことはわかんないけどさ、なんとなくは把握したもんな。あ、ゆなおじ？最近はゆなおじって呼ばれるのがメインだって。いいね、ゆなおじ。ゆなおじ可愛くないですか？ゆなおじ。ゆなおじ。うん、さっき17期ちゃんのツイッター全部フォローしてきた。いいね。17期みんな覚えました。あ、いいね。いいね、いいね。あ、可愛いけど名前わからないって調べ始めたのがオタクの入り口だった気がする。はぁ、確かにそうかも。待って、めっちゃリンゴジュース。昨日しのぶさんと飲んだ、しのぶさんと飲んだっていうか、昨日しのぶさんとのご飯で飲んだリンゴジュースの味がなんか忘れられない。またリンゴジュース飲みたい。いや、私根本的にリンゴジュースが好きなんですけど。根本リンゴジュースが好きなんだけど。初見です。赤もさん、赤もさん、コメントありがとう。よかったらフォローしてね。まゆねさん、初訪問ようこそ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ほう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 。あ、誰でも大好きかと言われると、大好きと言えるほど応援できてないメンバーもいるので DD ではない。まあ、自分が DD だと思ったら DD だし、これは、いや、推しが複数いるだけって言うんだったら別にそれで全然いいと思う。DD。でも DD いいですよね。開き直ってて DD、自分で DD って言ってる人好きだけどね。そうそうそう。うん。あ、ゆなおじとかまさるとかアイドルらしからなニックネーム受け入れられるの、受け入れられるの、器が広いなと感じるだって。ほう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 。アップルジュースよりリンゴジュースの方が好き。アップルジュースってあんまなくない？みんな単押し DD です。最高。最高。そういうの大好き。きょんちゃんの17期推しメン。推しメン、推しメン。まあ、なんか一人に絞、ひまあ、一人紹介、もう一人だけしか紹介できません、みたいになったら。まさいまゆちゃんですね。まさいまゆちゃんです。でも、タンユキタンもね、ちょっと気になってる。そんな、ちょっとしか喋ってないんだけど。ちょっとしか喋ってないんだけど。初日で LINE 交換できてさ。おもろいよ、タンタン。タン。この後回転寿司行ってくる。いいな。でも昨日のその天ぷら屋さん、しのぶさんが連れてってくださった天ぷら屋さんでお寿司も出てきた。美味しかった、めっちゃ。私、ノーズシャドウもっと入れた方が、いや、そうでもない。いや、そんなことないな。そんなことない。うん。マサル始まってます。みんなマサルいいぞ。私はマサルが好きだぞ。なんでマサルになったの？なんでマサルになったんだろう。でも、初めにマサルって言い出した人が、天才だと思う。結構いいよね、マサルって。マサル、なんか、マサル、そう、なんか、マサルって何ってなるじゃん。マサルって何ってなるしさ。そう、なんか、ちょっとしたなんか疑問みたいなさ。なんか、私がさ、キョンとかさ、キョンちゃんとかだったらさ、まあ普通に、まあそうかってなるしさ。セナタンがセナタンもさ、わかるじゃん。でも、マサルって、何みたいな。そう、ニックネームでさ、ちょっと、なんか、うってなるの、めっちゃ、例えば、テチさんとかもさ、なんでテチさん、テチなんってなるじゃん。
その平手、もともと平手ちゃんで、それが平手ちになって、その平手ちが手ちになったみたいな。そういう、ああ、なるほどね、みたいな。そのなんか、ニックネームでさ、こう、興味湧いてもらえるって結構いいと思うんだ。だから、まさるってめっちゃいいよね。ごきげんよう。ごきげんよう、ごきげんよう。まさるいいやつですね。まさるいいよね。まさる、愛理ちゃんだと、あ、そうなの、愛ちゃん。あ、疑問から始まって調べてファンになる。そう、それ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 。カナブン、なぜブンついた？いや、カナブンさんはカナブンさんじゃん。カナブンさんは、ああ、カナブンかってなるくらい。わ、カナさんの、カナブンブン大好きだったな。カナさん、会いたい。カナさん。カナさんさ、初めてご飯行った時さ、まあ、卒業、ご卒業前だったんだけど、その時まだカナさん、その成人されてなくてさ、お酒飲めなかったんだよね。だから、今度また会った時には、乾杯したいと思います。ありがとうございます。かなさん。うい。ナイスです。劇場できょんちゃんに釣られて好きになりました。え、嬉しい。ありがとう。ありがとう。あ、大昔は多田先輩もなんで先輩なんて、確かにそうだよね。同期から多田先輩って呼ばれてる。えってなるよね。ちっ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 ちぐはぐですよ。ちっ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 ちぐはぐ。いいよね、あれ。あ、夏の、夏場の道にカナブンの、カナブン見つけるたびにカナちゃん思い出す。素敵。そういうの素敵だね。さて、残すはアイメイクとなりました。疲れた。VR 限定声出るよ。VR 限定、出ます。よろしく。え、でも私さ、ズッキーってすっごい好きなんだけど、わかる人いない？ズッキー。なんか、いや、なかなかいないじゃん、ズッキーって。だからなんか、めっちゃいいなって、思ってたし、今も思ってる。ズッキーってさ、ね、わかるよね、ズッキーってさ、ずるくない？なんか。ズッキーはいいよ。ズッキーはいいわ、そんなの。何しようと思ったんでしたっけ、これだ。マスカラ下地を塗ります。あ、ズッキーは当初は本人はあんまりお気に召してなかった。そうなの？知らなかった。え、ズッキーマジいいと思うんだけど。めちゃめちゃ良くない？だってめっちゃいいよね。私本当に好きなんだけど。あ、ちっちゃいつにキーパターンが好きなのね。え、サッキーとかってこと？サッキーってこと？でも、名前がサキ、もうサッキーはそのまんまやんってなるもんね。だから別に悪口とかじゃなくて。マサルいいよね。あ、そう、マサルです。マサル推し。いや、マサルは、いや、マサル、でもマジで、マサル、マジ人気出ると思うんだよね。注目。絶対人気出るから。よろしく。ほう。あ、ニックネーム変えようとしてたけど、生誕のスピーチでこれからもズッキーでお願いします。あ、
それは、初期の頃の生誕祭ってことね。どこであれなんだろうね。どこで、ズッキーっていいかもってなったのは、どのタイミングだったんだろう。それはもうなんかもう浸透しすぎて諦めがついたのか、浸透しすぎて諦めがついたのか、その握手会とかで、なんか、ズッキーってニックネームいいよねみたいな、言われて、そうかもってなったのか。でもスタッフさんとかからなのかな。わかんないけど。でもズッキーってもう完璧だよね。山内みずきでズッキーってすごいよ、すごいよ本当に。マサルのグラビア総監督が期待してました。だってわかるな、わかる。マサルのグラビア本人がやりたかったらやればいいと思う、やればいいと思ってるか。あ、マサル声いいか、マサルさ、マサルの声マジで可愛いと思うんだけど、ずるくね？声も可愛いし、喋り方も可愛いし、顔も可愛いしさ、どういうこと？どういうこと？いや、マサルはマジで、あの子はモテますよ。あの子はモテますね。そしてなんか女の、なんかアイドルとしてもだし、お前何語ってんねんって感じだと思うんだけど、アイドルとしても魅力、あるし、女の子としてもなんか魅力あるんだよな。マジで人気出ると思う。かわいいね。かわいいよ。かわいい、かわいい。あつしさん、ハート、ありがとう。で、私はね、ソララちゃんの黒い天使が見たいよ。ソララちゃん、スタイルいいから絶対さ、黒い天使の衣装似合うと思うんだよね。やっぱ黒い天使はさ、細い人が着るべきだと思うの。着るべきだと思うのっていうか、結構細くないとさ、着こなせないじゃん。だから私とか着れないわけ。黒い天使の衣装は死んでも着たくないわけ。黒い天使の衣装は。だからソララちゃんに、なんかさ、キャラっていうか、なんか、キャラっていうか、なんか、絶対合ってる。歌声とか、なんかそういうの的にも合ってる。ね、わかるよね。ソララの黒い天使は、もう、文が途中で終わっとる。なんなら既視感ある。おじさんおもろいな。おじさんおもろいな。そういうこと、あ、そうそうそう、想像がたやすいんだよね。みんな的に、なんか私のさ、そういう曲ないの？いや、きょんちゃん、あの曲やったことないけど、なんかもうすでに既視感あるな、みたいな。そんなない？あったら教えてよ。いいね。でも、平田ゆきちゃん、マジ。平田ゆきちゃん、マジ美人。だから、ジュナキちゃんみんな可愛いんだよな。でも平田ゆきちゃんはマジで、こんな顔綺麗な子おるんって思いながら見てた。何これみたいな。チートかなって、こんな可愛い子存在してんのみたいな。びっくりしちゃった。あ、天国野郎ね。うわ、あ、それさ、お話し会で一回喋ったことあるな。一回喋ったことあるなってか、絶対、そのなんかさ、あの、何公園だっけ、何公園ですか、天国野郎って。あ、ドル明けか、なんか私もドル明け出てみたいみたいなさ、話になって、絶対ユニット私天国野郎に入れられるよねって言って、それなーっていう話になった。あ、マサルが誰だか分かってないからついていけてないだって。あのね、AKB48 17期研究生のマサイマユちゃんっていう子がいるんですけど、マジ人気出るからよ。マジ人気出るからよ。よろしく。着ぐるみ着て死んだふりして、死んだふり？いいね。私はあのセナタンの、あはーんってやつがね、大好き。なんかさ、人にっていうかさ、なんか私がさ、そのセナタンの、その
アハーンっていうやつがあるんだけど、あそこ本当好きすぎてセナタンに言ったんだけど、あそこ本当に好きじゃないみたいなのセナタンが言ってて、あ、キョンちゃんどれわけ出ても違和感なさ、え、絶対違和感ないよ。あ、いや、痛い。横須賀カーブ。横須賀カーブめっちゃやりたい。めっちゃやりたいし、私、あれやり、残念少女めっちゃやりたい。でも残念少女には残念ながら私は多分当て込まれないと思う。ただユニットどこに入れるってなってさ、残念少女に入れましょうってならないじゃん、きっと。でも私残念少女が一番好きなんだけど。あ、で、さ、話の続きで、そうで、ランちゃんの、あのね、牧樹里？突然優しい雨が、あ、雨が降り出して、みたいなとこあるじゃん。そこの、ランちゃんの歌い方がすごい好きだったの。牧樹里の、どっか、多分2番とか、2番の A メロだか B メロだか。振り出して、トゥルル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 ルのとこで、そこのランの歌い方がすごい好きっていうのを言ったら、え、僕隊で一番苦手なとこなんやけど、みたいな、あんま好きじゃないんやけど、みたいな言ってて。なんかさ、人がいいなって、そのやっぱさ、主観と客観って全然違うんだなって思うよね。まあ、何においてもさ、そうだけどさ、17期ホテちゃん気になってます。ホテちゃんいいよ、ホテちゃん可愛いよね。でマジなんかさ、後輩ってだけでみんな可愛い、みんないい子だし、みんないい子だし。劇場でのキョンちゃんのテクニックがすごい。ちょっと待って、なん、テクニックだと、テクニックとか言われるとなんか恥ずかしいんだけど、私どんなテクニックがあります？何にも、なんか劇場はもう、まあ、何、一回一回さ、反省とかさ、もっと歌うまくなりたいなとかさ、もっとダンスうまくなりたいなとかさ、あ、今日の MC 下手だったなとかさ、そういうのはあるけどさ、なんか基本っていうか、劇場はもうなんかさ、自分の楽しいを優先してやってるからさ、テクニックとか言われるとなんかドキッとしてしまうな。あ、キョンちゃんのアイドルなんて呼ばないで、なかなかお気に入りですよ。ありがとう。あ、なるほど。あ、本人的に違和感あったことの方がいつもと違う感じがして、なんかいいみたいな風に見えるんじゃない。あー、そういうことかな。そういうことなんかな。あ、自分がいまいちだと思ってるところ褒められたら嬉しくなっちゃう。嬉しくなっちゃうけどさ、あんま素直に受け入れられんよな。うん。待って、達也さんがフォローしました。ありがとう。ありがとうございます。きょんちゃんのおかげで今年の搬送1だったって、なんだそれ。搬送？あ、今の？きょんちゃんのおかげで、あー、はん、あ、マージャン1だと、イエーイ！いいな。ナイスじゃないですか。ん？あ、なんか皮がめくれている。はんちゃん、はんちゃんって読むの？はんちゃん。元吉さんが初訪問、ようこそ。きょんちゃん、どんな系統の曲やること多いの？え、なんかさ、私さ、めっちゃやりたい曲とかさ、めっちゃ好きな曲、させてもらえることあんまない。あんまない。うん。あ、ちゃんと元気な曲と大人っぽい曲を表現し分けられるメンバー意外と少ない気がしてて、そう思うときょんさん天才かなって。え、待って、めっちゃ褒められてるんだけど、どうしよう、恥ずかしい。ありがとうございます。あ、れんちゃんのちゃんなんだ。あ、麻雀用語から来てるんだって。知らなかった。そうなんだね。
ハンちゃん。待って、お腹すいた。お腹すいたんだよ。メール届いた人なら知ってると思うんだけどさ。もうメールのタイトル、お腹すいた、みたいな感じしちゃったもんね。しちゃったもんね。あ、このルームでまた一つ賢くなって、明日もこれ、明日もかよ！あ、でも多分、夜っていうか今何？ 5 時くらい？ 5 時くらいか。多分ね、わかんないけど、またするよ。またするから。今日も明日も明後日もし明後日もこれから一生見に来てください。よろよろ。いいね。評価のジャンヌ違和感ありました。うん、ジャンヌ好きじゃなかった、あんまり。まあ、今やったらまた違うかもしれないけど、うん、今やったら違うかもしれないけど、ジャンヌね、あんま好きになれなかった。いや、いい曲なんだよ別に。曲がうんぬんとかじゃない、ただ私はってだけね。新田万象さん、すすきありがとう。すすきありがとうございます。え、でもさ、あんま好きじゃなくてもだんだんやっていくうちに好きになった曲とかやっぱある。あるっていうか、いや、ジャンヌは何回やっても好きにならんかったんかいって話なんだけど。私はテモテモがずっとやりたかったんだよね。パジャドラ、うん、パジャドラはね、テモテモがやりたかった。好きと言ったら、好きだと答えて。ドゥルル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 ル。歌詞知らんのだよね。私はシアターだったら、愛のストリッパーが好きですね。イントロから優勝してません？あ、ジャンヌは走り回って疲れるから嫌ってメンバー多い。そう、疲れるんだよな、ジャンヌ。めっちゃわかる。キョンちゃんの口打ちのチョコレートとジッパーとガーター、誘惑のガーターが見たい。あれ、チョコならやりたいな。チョコならやりたいですね。そうそう、愛のスリッパばっかり、わかるー。愛のスリッパばっかりー。待って、これってさ、このアイライナーってクレンジングで落ちないのかな。やべ、めっちゃオイル出た。さすがに落ちるか。さすがに落ちるか。これ塗っちゃうよ。きょんちゃん、バイバイバイしてました？バイバイバイしてない。私、ジッパーの衣装は一生着れませんね。あと10キロぐらいしないと。ジッパーは無理。あと10キロぐらいしないと。ジッパーは無理です。え、お話し会恥ずかしいから買いたいけど買えない。え、嘘？私本当に、あれだよ。え、話そうよ。マジで私、いつまでいるかわかんないよ。マジで。あ、黙って恋愛禁止条例公園でうなずくお得。わかるなぁ。わかるなぁ。涙の深呼吸やりてー。あ、きょんちゃんのしずこ、え、ね、しずこマジでしずこやりたい。なんなら赤ドレス着てるの見たことある？ないよ。ない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 。しずこよくない？開けなくいいよね、しずこ。ゆかるんさんとさ、ゆかるんさん、おめぐさん、おりめんじゃない？なんか、すごいよね。なんかさ、おりめんってすごいなって。言ってることわかる？そのなんか、過去の、やっぱ過去の公演が多いからさ、そのなんか、もうおりめんはいないっていう印象があるからさ、もう MT はまあ最近の、だからさ、
まあ折り面いらっしゃるのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、そう考えるとなんか、わあすごい。いいなぁ、いいなぁ、みたいな感じ。そう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 。石の上で踊る姿に期待感しかないだって。でもなんかね、私なんかマイクとか、初めはだってマイクとかもマジ なんか使い方わかんなかった。ずっとなんかスタンドマイクの曲とかやったことなくてさ、僕夏でさ、なんだっけ。僕夏でよくわかんねえ男の歌あるじゃん。なんだっけ、何しろって。僕夏のさ、僕夏のよくわかんねえ、よくわかんねえやつある。なんだっけ、なんだっけ、気持ち悪い男の、なんだっけ。なんだっけ、元カノ呼んだけど、元カノを呼んだけど結局来てくれなかったなーみたいな曲あるじゃん。あ、それ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 、最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろうみたいな、それ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 が私初めてスタンドマイクの曲だったんだけど、一生なんか歌いにくって思いながら見てた。待って、ちょっと下にしすぎた、失敗した、ちょっと。そう、だから多分、椅子使った曲もさ、やったことない、もう、あれは別としてね。あれは別としてて、だってさ、今のその、競り槍になった、競り槍のさ、あれも、だって慣れてないもん、まだ。僕隊のアンコール1曲目。レイダウンか、レイダウンもさ。まだ慣れてないもんね。だから難しいと思うな。シーズゴン。でも楽しそう。なんかあんな、なんか一人一人にさ、椅子用意されててさ、あんな結構踊るやつあんまないじゃん。他に。シーズゴン以外にさ。あんまりパッと出てこないから。いいなーって。いいなーって思っちゃう。こんにちは。いや、マジ、いや、久しぶりに思い出した、マジ、アイスミルクの男大っ嫌いなんだよね。本当にもう、アイスミルクの男大っ嫌いなんだよな、マジで。どちらかというと、お乳の上履き、アイスは、お乳の上履き、そう、それ多分さ、私、あれ。ここ点だったら、お乳の上履きになりそうじゃない、ユニット。お乳の上履きか、チャンスの順番じゃない、何度も狙えです、何度も狙えになりそう。あ、レイダウンで使ってた椅子、シーズゴーンで使ったやつ。あ、そうなんだ、あの椅子がシーズゴーンのやつなんだね、知らなかった。綺麗な曲、いや別に、いや、アイスミルク曲としては好き、曲は好きだよ。男、その男が嫌いなだけ。男が嫌いな、なんか未練タラタラ系みたいな男がね、嫌いなんですよ。ちょっともう忘れちゃったけどね。だから、オーベイビーの男の子はもう大好き。オーベイビーラブユー、オーベイビー、かわいい。あの男の子はけなげでね、もう、いつか報われてほしいなと思いながら私はオーベイビーを歌ってますよ。かわいいよね、オーベイビーの男の子。だから、で、だから余計にさ、そのオーベイビーとアイスミルクやってたから余計にさ、そんなにオーベイビーの男の子がけなげで好きすぎて、余計にアイスミルクの男嫌いなんだよね。本当に嫌いなんですよ。お腹すいた。いろんなこと考えながらっていうか、まあ、やっぱ歌詞を読むじゃないですか。そこで、え？みたいな。え？何こいつ？みたいな。え？みたいな。え？よくわからんみたいな感じになっちゃう。いいよね。待って。ここてん、マジ、大好き。ここてん、ここにだーって。
古典本当に好き、わかる。シーズゴーンいいな、シーズゴーン聞こう。なんか私 YouTube とかでもさ、なんか AKB の曲ばっか聞いてんだよね最近。なんか動画見るとかじゃなくて、もうなんかずっと曲聞いててさ、シーズゴーン聞こう。シーズゴーンフルバージョン公式出てるかな。だ、出てないか、出てないかもね。あ、1時間経ったって、ありがとう、ありがとう、教えてくれて。シーズゴーン、なんだろうね、なんかシーズゴーンのメロディーっていうか、なんか流れっていうか、なんかすごい好きなんだよ。あここで絶対何度も狙いやん。そうなんだよ、絶対私何度も狙いになるんよそれ。でも私あの曲が好き。なんかさ、コンサートとかではさ、コンサートとかでさ、あの曲がめっちゃ披露されてるじゃん。中盤の一曲目。初めての星だ。初めての星がさ、コンサートではさ、めっちゃ披露されてると思うんだけど、私その次のさ、100年先でもの方が好きなんだよね。わかる人いる？100年先でも、僕は待っているよ。いい曲すぎん？君が帰ることを。100年先でもいいよね。MT 負け男。え、そう、私さ、そうなんだよ。だから私さ、そう、MT とかもさ、負け男とかさ、なんかさ、そういうとこにさ、入れ込まれるから、ユニット。だからさ、そう、自分のさ、やりたいユニットとかさ、本当にこれまで全然やったことないよ。全然やったことない。別にアンダーで入れて嬉しいなとかさ、あるけど、そんなに、しょっぱなのやつでさ、その自分のやりたいユニットみたいなね。入った試しがないね。でもあれだ、今は好きっていうか、あのサムネイルのさ、2曲全然好きなんだけど、でもサムネイル過ちはやりたいね。過ちはやりたいですね。とっても溶けてしまえばいいリムネット。ナイス、京子先輩ナイスです。こんばんは、チョリース。あ、ヤッホーヤッホー、やばい、めっちゃわついてる。こんにちは、みんな、こんにちは。みんなそろそろ飽きてきた頃じゃないですか。私は結構メイクに飽きてきましたよ。もうなんか疲れちゃったちょっとメイクに疲れちゃった。あっつ、携帯あっつ。メイクに飽きるとか疲れちゃった。疲れた。ちょっと外の空気吸ってくる一瞬。おお、そんな王でもなかったわ。うん、そんな王でもなかった。あ、きょんちゃんの話おもろいから全然。優しいね、ありがとう。風吹いてちょっと涼しくなって、ね、ちょっとね、だんだんね、そう、さっきさ、あの、スーパー行こ、なんか欲しい、あの、お豆腐とかさ、お豆腐とヨーグルトが欲しくて、他にも野菜とか欲しくてさ、作り置きなくなっちゃうから、買いに行こうかなと思ったんだけど、え、これ先にメイクして、ちょっと夕方とか、まあ、夜とかの、ちょっと涼しくなって、日差しもちょっともう、少ないよー、みたいなぐらいの時間に、た方がいいんじゃないみたいな風に思って、そう、今先にっていうか、よし、先に一旦メイクしようと思って。あ、ごきげんよう、あ、オタクしない土曜日が有意義に過ごせてます。ありがとうね、オタクしてるよ、オタクしてるやで、ありがとうございますそう、この配信場所マジで便利です。MT はあれが好きです。あれが好きですっていうか、グロリア。グロリア？ロゼリア？グロリアだよね。
グロリア、全然あれだ、ユイリちゃんの、ユイリちゃんのソロコンでやってて、そこで初めて知ったんだけど、すごいいいな。わさび色さん、クマありがとう。あ、今夜グロリアは誰に抱かれる？それ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 。トゥ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 。え、てか違う、月と水鏡、やばくない？そう、月と水鏡もさ、え、今日のまつげめっちゃいい感じなんだけど。 MT 中盤曲が A よ、ほんまに。だってわさび色さん、お月見団子ありがとう。中盤曲って何々何？コピペ、コピペって中盤？コピペが中盤の最後かな？なんかがあって、グロリアがあって、コピペ。だっけ？いいね。めっちゃいいぞ、めっちゃいいぞ。え、 MT 見たことないんですよね。だって私もない。 MT はあの曲が好きです。オープニングだったら、オープニングなんだっけ。いや、あのさ、ラベンダーフィールド好きって言いがちだけど、なんか2曲目か3曲目のあれが好きだったんだよな。あ、門前仲町ダンスからのグロリアからのコピペか。それか。あ、そう、プライムタイム、そう、プライムタイム大好き。トゥ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 。かわいい。あの曲。あの曲、なんか、なんか振りコピ、なんか振りコピがなんかさ、楽しそう。振りコピが楽しそうっていうか、両手振りだからさ、楽しそうだな。待って、本当に最悪。本当に最悪。プライムタイムマジいいよね。わかるわ。プライムタイム大好き。あーだって。あー、いや、プライムタイムよくない？いや、ごめん、ちゃんと歌詞読んだことないからあれなんだけど。プライムタイム大好きです。あーってそういうことね。あー、あーの方のあーね。いや、あーすぎる、ちょっと。ちょっと。本当に最悪。本当に最悪。マジで。何してくれてるの？やめてくれるかな？そういうの。ほいうん。あ、プライムタイム、ナミンちゃんが一生覚えられんで苦戦してた。あ、そうなの。わさび色さん、すすきありがとう。リップが落ちました。あ、待って、ちょっとあれかもね、電波問題、ちょっと遅い、カクカクしている？そんなことない？でもなんか、いつもと違うアイライナー、いつもと違うアイライナー使ってみたけど、やっぱしっくり来なくて、いつものアイライナー重ねたい気持ち。重ねたい気持ちなんだけど、ダメ。ダメかな。でも待って、まつげが本当に、まつげが本当に綺麗に上がってるから、マジでみんな見てほしいんだけど。いや、いいよな。よくない？ピンときて、ほら。道行くらいですか？まつげ。これホットビューラー。ホットビューラーしてなくてこれなんだよ。良いね。
よい。オカリナちゃんも僕隊で生誕でしょうか？だって。オカリナはなんかサムネイルでやりたいみたいな、どっか、あれだ。オタクのツイッター掘ってたら見つけたけど。あ、オカリナはサムネイルなんだ、と思って。あ、じゃちょっと待ったわ、私じゃね？とか思いながらいたんだけど。とか言いながらアイライナーを重ねてしまっている。重ねてしまっている。うん、やっぱしっくりくるな。やっぱこっちの方がしっくりくるな。うん。いいよ、てかありがとう。おでこにあんまニキビできないんだよね。もともと。まあ、できる時もあるけど、あんまり潰せばすぐ潰せばすぐって感じ。教授ハートありがとうありがとうありがとう。オカリナも下北 FM でね。よかったじゃん、おめでとう。下北 FM マジ楽しかったな。トゥーントゥルルン、トゥーントゥーン、トゥルルルン、ドゥン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 。トゥルル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 うつぶたつ、おでこにできるのよね。でも、もともとっていうか、なんか多分、依存で、ただしまい、そんなに、もともとニキビができやすい肌ではない感じをする。両親に感謝。もうすぐ電池が、残り 15% やでって言われた。量。カズヤさん、ハート、ありがとう。いやー、劇場公演の曲っていい曲多いよね。なんで、すごい、本当に。AKB はもう素晴らしいグループですよ。素晴らしい。AKB はもう素晴らしいグループです。AKB やっぱ曲がいいっていうのが本当に楽曲の多さとさ、曲がいいじゃん。すばら。オッキーさん、昔月と水鏡のこと月と水鏡って言うんだった。まあでも水鏡、月と、だって水鏡ってあんま言う、あんま言うかっていうか、でもあんま馴染みのあるあれじゃないからさ。それは水鏡間違えて読ん、そうやって読んでたってこと？マジミネルヴァやろうよ。ミネルヴァ公演やろうよ。よいしょ。水鏡でも変換出てくるんだ。あ、じゃあそれならじゃない。それならじゃん。待って、私終わった後、シーズゴーンを聞くんだった。シーズゴーン。彼女は言ってしまった。直訳。
あ、ミネルヴァ一度だけ入ったことあるけど、めちゃくちゃ良かった。え、ミネルヴァマジサイエンスフィクション。え、ちょっと本当にやろうよ、ミネルヴァ。ミネルヴァ。ミネルヴァ、ミネルヴァ。やりたい。直訳さ、彼女は言ってしまった。って曲。開けなく、二人は。いや、いい曲だよね。本当に。あ、中学英語的な和訳受けるね。もうでも高校の英語とか忘れちゃったもんな。でももう一回なんか授業受けたい。中学校とか、高校とか。いや、高校は無理だ。中学校の授業なんか受けてみたい。うん。いいんじゃね？こんにちは。きょんちゃんがキャプテンになって公演決めよう。え、ただチームなんとか、私がもしキャプテンになることがあったらよ。今後ね。なることがあったら。え、第一希望は私ミネルヴァなんだけど。ダメなのかな？まあ、お許しが出ればって感じだと思うんだけど。第一ミネルヴァやりたいんだよ。第一希望ミネルヴァです。そう、今だからこそなんか中学校通いたい。なんか給食食べたいし。いや、ちょっと今お腹空いてるだけなんだけど。今ちょっとお腹空いてるだけなんだけど。あ、英語もうちょっと真面目に勉強してたらよかったって今になって思う。マジで？でもなんか言うてさ、まあ、中学校までの文法できたらよくない？みたいな。よくない？みたいな思うよね。もう一回部活やりたい。部活やりたい。バドミントン。バドミントン。楽しかったな。部活は、ワイの青春ですからね。グリッター塗りたいと思いまーす。いた。少々お待ち。かわいいんだけど。かわいい。パンダ丸さん、かっこいい。ありがとう。突然チーム4に初オリジナル演目来たりしないからね。わかる。それはそれで、だってそうなったらさ、でもそんな、なんでチーム4にってなるじゃん。結局っていうか、チーム A になるじゃん。チーム4に演目とか。いやー、ミネルヴァやりたいな。ミネルヴァめっちゃいいじゃん。だってもう私たちのリーズンがある時点でさ、その一曲だけでさ、もう公演見に行く価値があるじゃん。そのさ、もうリーズンだけでさ、もう、あー、はい、今日の公演来てよかったってなるじゃん。やばいよね。あ、そういえばチーム4で着てたスウェットの着心地どうですか？そろそろ届くんですか？あれやばいよ。あんな生地触ったことない。なんかもちもちしてる。本当にいいよ。あ、そっか。チーム4だけオリジナルの演目ないから欲しいな。あ、そっか。そういうことね。そっか。それで、チーム4にもオリジナルの演目をってなるかな。確かにずっとそっか。鉄縄とかさ、木体とかだもんね。ドル明けとか、やってる？確かにそうだわ。サムネイルもだしね。好きな曲だけのために行くモチベになる気持ちわかるね。ほんとに。いやー、私たちのレッスンはいい曲だよね。あ、こんな広い宇宙。やっぱ初訪問の方がカオリンさんとウルキャンさんかな。あとヤマト
大和さんと谷健さん、サッチーナさん初訪問。ようこそ、カン君も初訪問、にゃんこさんも初訪問、ペイちゃんも初訪問。やばい、急にコメント欄がオレンジ色になってびっくりしている。ありがとうみんな。毎日配信してるので、コメントください。じゃあコメントください。毎日配信してるので、フォローしてください。よかったら。なんか目力足りんなと思うのはマスカラ塗ってないからか。まあなんでもいいよね。黒さんも初訪問だって。見てるよ。見てるよ。ちゃんと表示されてるから見てるよ。よし。で、ここにも。完璧じゃないか。完璧じゃないか。お顔はめっちゃタイプですって。どういうことだ。顔は珍しいね。顔はタイプですって言われることあんまないから。顔もタイプ、ありがとう。ありがとう。あ、見てる？ A型おじさん見てる？あ、いいよ。え、見てなさそうなんだよな、でも。あんまり。女子、気をつけないと大変なことになる。日本語むずね。むず。激むず。あ、武道館まで。そう、武道館までさ、意外ともう1ヶ月ないの、ウケるくない？全然、だから結局またさ、詰め詰めリハになるんだけど、まあまあいいんだけど、別に。それが AKB だから。そ、見てる。それがさ、もう DH だからさ、いいんだけど別に。よし。じゃあ私はこれで一旦、スーパーにお豆腐を買いに行きたいと思います。よろしく。待って。配信、あ、もうでも 9% だからちょっとじゃあランキング読むね。みんな、ありがとう。メンバーだいぶ鍛えられてるの。え、本当に鍛えられてるよ。マジ AKB って本当に。え、でも忍さんも言ったけど AKB のメンバーが強いよって。メンタルが強いって。みんな気づいてないと思うけど AKB のメンバーは本当にすごいと思うみたいな言ってた、忍さんが。ごきげんよう、イサムちゃん、こんにちは。ディズニーで見てる。ディズニーにいるの？最近ディズニー行ってないな。なんで誘ってくれなかったんだ。お豆腐、あ、納豆忘れず、納豆はね、まだあるんだ。納豆はまだあるんだ。あ、早くきょんちゃんの武道館のうちは届かないかな。え、待って、ちょっと待って、いろいろ私さ、写真送らないといけない。え、だってさ、もうあれだよね。この曲なんだっけ。なんかこんな曲あるんだっけ。忘れた。パンダ丸さん、かわいい、ありがとう。なんだっけ。誰のことを、誰のことを一番愛してるの衣装とさ、あの生写真も、あれだよ。それがうちわだよね。だからその写真ももう送れる、世に出せる。で、なんか、ネモハマの衣装だっけ。ネモハマのなんか生写真も発売だったから、その衣装の、やつも世に出せる。で、ね、私載せてない写真いっぱいあるな。いっぱいある。あの曲、誰を殺せばいいのかって怖いですよね、だって。いや、あの曲いいよね。私はその、相手を殺すだろうなと思うんだけど、どうですか？相手を殺すと思うんだよ。相手を殺してくれと、殺してくれっていうか、そういうストーリーにしたいんだよね。
したいんだよねっていうか、そう、その何、そう、私は2番目だって分かっているから、しあなた、あなたは私の、だからあなたを殺し、私だったらあなたを殺す、その何、一番目の女でもなく、自分が死ぬのでもなく、あなたを殺す、殺すっていうか、なんか殺してほしい。その方がよく、なんか一番サイコパスじゃない？一番サイコパスじゃん。だからなんか、その展開でっていうか、私だったらそのつもりで、歌うな、もしパフォーマンスするってなったら、そのつもりでやります。じゃあ私はシーズゴン聞きながらお豆腐買いに行くね。あーけなくー歌う。あ、ランキングあった。13位、まこっちゃん、ありがとう。12位、にしぷーさん、ありがとう。11位、きなこ、ありがとう。10位、やなさん、ありがとう。9位、まさとくん、ありがとう。8位、あつしさん、ありがとう。7位、しんらばんしょうさん、ありがとう。6位、さゆちゃん、ありがとう。5位、わともちさん、ありがとう。4位、みくにやぜんじろうさん、ありがとう。3位、なさかさん、ありがとう。2位がわさびろさん、ありがとう。そして1位が、ガッキーです。ありがとう。ありがとうございます。お豆腐 GO。 お豆腐 GO です。え、ちょっとさ、この前より痩せたと思う。この前よりって、私のちょっと一瞬太ってた。一瞬太ってた時があるんだけどさ、その時よりちょっと痩せたと思いません？ちょっとだけ痩せたと思いませんか？そんなことない。気のせいかな。じゃあまたもう夜も配信するから、またよかったらみんな、見に来てね。またねー。バイバイ。携帯激アツ。バイバーイ。